はい、今日はですね、越谷ゴルフクラブさんの中にある、レストランシャングリラに来ております。おしゃれだな。今日はじゃーん、大堀貴子プロです。大堀です。大堀貴子です。よろしくお願いします。すごい雰囲気のいいレストランですね。かわいいですね。なんか、なんだろう、カジュアルな感じが、うん、またこう気軽に ね、ご飯だけでも食べに行きたいなって思うカフェみたいな、ね、確かに結構ゴルフ場って堅苦しい印象あると思うけど、うん、ここだったらなんかフラフラっと来てランチだけ食べてもできるみたい、うん、そうだね。でもなんか本当にプレー終了後でみんなここでお茶してる人たちも多いしね、うん、なんかちょっとこのハワイアン的な、うん、確かに雰囲気とかも、うんうん、いいんじゃないかな。おしゃれやね。おしゃれやね。で、今日はで、ご飯、ランチですね。そう、うん。メニューもすごい、ちょっとハワイアンなのかな。そうだね、なんかちょっとハワイアンとかアジアンチックなメニューが多くて。結構かな。うん。変わってる？なんかね、普通のね、ゴルフ場のレストランとはちょっと違うね。カジュアルな、うん、ちょっと若い人が好みそうなものが多いかもしれない。そうね。うん。今ちょっと映っちゃった。ちょっと映っちゃったけどね。映っちゃったけど。中で。今日は何を？私は、うん、じゃあ、ちょっと差し出さげるよ。ガッパオライス。これおし美味しそうだね。選びました。ガッパオね。なんかね、うん、この中で言うとね、大堀先輩イコールね、なんかね、ガッパオなんだよ。結構そのタイの。ガッパオだよね、いつもね。タイとかインドネシアとかのちょっとあっちのアジアン系の料理大好きで。うん、あんまりパクチー得意じゃないけど、うん、好きなの。なるほど、うん、結構かわいい。得意じゃないんだ。そんなにパクチー得意じゃないけど、でもこれ好きなの。あ、そう、うん、でも美味しそうね。美味しそう、うん、なんかもういい匂いがプンプンしてる、うん、ちなみにね、これはね、ヤギちゃんはこれね、ハンバーガー。間違いないやつだよね。これね、間違いないのよ。これ絶対美味しいよね。これね、絶対美味しいのよ。俺ね、もうめっちゃこのジャンクフード大好きだからね。にお肉、パテが結構ジューシーそう。そうだね、うん、しかも結構がっつりだよこれ、うん、食べるといいですね。じゃあとりあえず実食します。実食しましょう。いただきます。どうぞ。じゃあレモンこう絞りましょうか。暑いからね、夏は、うん、この時期もう暑いんで、こういうちょっとスパイシー系が美味しかったり。確かに。なんかやだな、食べてるとことか撮るの超初めてなんですけど、私めっちゃうまそうだな。でもね、混ぜ混ぜして、そこだけしか混ぜないの？あ、割とね、あ、そういうタイプ。ちょっとずつ派。ちょっとずつ派なんだ。なるほどね。いただきます。どうぞ。うん、どう？私ね、食レポあんましたことないけど、おいしい？おいしい。ちょっとスパイシー、辛いめの、うん、香辛料効いてて、ガーリックが、ガーリックの香りもいいし、太ります。結構さ、まあこういうアジア系の料理さ、外でも多分食べ歩いたりしてるんでしょ？めっちゃ食べます。レッスンしてる代官山のスタジオの近くに、うん、美味しいカレー屋さんがあって、あるよね、いつもよく行くね。そこにガッパオライス行くんだけど、食べに行くんだけど、そこでもよく食べますね。それで比べてどう？なんかね、ちょっとね、うん、日本人に好みそうな、うんうん、おそこまで、うん、あんまアジアン、アジアンしてないんだ。じゃあ俺も結構食べれるかな、うん、俺あんまそんなに好きじゃないんだけど、うん、そう、そんなに香辛料的なものは強めじゃないかも、うん、おお、うんうん、いいね。だから美味しい、うん、パラッと食べれます。いいね、美味しい。なんかやっぱ本当にこのレストランの雰囲気がすごいいいんだよな。ここ河川敷のそばですからね。河川敷？河川敷のそば。河川敷のそばのゴルフ場で、うん、こんなおしゃれな、うん、結構カジュアルな感じだよね。そうだね、だからすごい若い人たちもお客さんで多いし、うん、なんかイベントとかも結構やってるけど、うん、若いなんかプレイヤーさんいっぱいいるよね、うん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 、じゃあもう最高に美味しかったということで、はい、じゃあそれ、これ最後みんな食べちゃいましょう。
ハンバーガーも食べたくなっちゃった。これね、これ後でじっくり食べるから、ね、例えて。でも本当美味しそうなのいっぱいあるから、はい、また食べに来ようと思います。そうだね、これなんかゴルフ場飯みたいな企画すごいいいね。いいね、うん、なんかゴルフ場絶対ご飯大事じゃん。そうだね、ねえ、なのでじゃちょっとこれ続けてこっか。ゴルフ場のご飯を特集的な、うん、ね、まあ、いいね。個人的になっちゃうけど、どこのご飯が美味しいとか。あ、そういうのね、いいね。そうだね、そうしましょう。ということでゴルフ場飯最初のご飯は越谷ゴルフクラブさん内にあるシャングリラさんでした。ガパオライス、バイバイ、バイバイ。